見据えています。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、早く売れたいじゃないですか。いや、もちろん早く売れたいですよね。それで早く売れる方法分かったんです。早く売れる方法、はい、何を？リズムネタ。リズムネタ、はい、いや、確かに売れてる方多いですけどもね。今日考えてきましたので、今日のためにリズムネタを、はい、僕がリズムネタを言ったら津田さんはここだというタイミングで入ってきてたらいいんで、僕が入ったら一つのリズムネタが完成する。はい、そんな簡単にできるもんじゃないですよね。じゃあいきますよ。いけるか、あなた。マルセイユです。お願いします。この前本屋に行きました。あー、そうなんや。そこで本を買いました。何を買ったんですか？僕が買った本はジャンプです。何がおもろいねんこれ。おクソみたいな値段持ってくんなよお前。おい、この前ラーメン食べました。続きいかんでええねん。パンやるかおい。参拝してんのかお前。え、パンやるかいな。ほいいリズムでしょ。リズムええか知らんけど、おもんないねん。お前がジャンプことだけの話じゃないか、こんなもんは。じゃあもう一個あるんで。大丈夫かほんまに。マルスイです。お願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。この前街を歩いてたら、めちゃくちゃタイプの女子がいて、勇気を出して声をかけました。あの、すいません、よかったら今度ご飯一緒に行ってもらえませんか？え、いいの？お前がそう、彼女はおねえ、彼女はおねえ、彼女はまさかのおねえでした。次行くよ、はい、ワン、ツー、スリー。俺いらんやろこれ。おい、俺いらんねん。なんやねんこのしょうもないネタ。お前な、続きええねん。続きの動きおもろいな、随分と。鈴木の動きが随分とおもろいな、お前。え、いいリズムでしょ。リズムええけど俺おらんやんけよ。俺なんか謎のやったことないダンスや。どこかの部族のダンスみたいに繋いでもたやないか。じゃあもう一個あるね。ちゃんとしたのやってくれや。マルスイです。お願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。夢を追いかけて東京へ向かう君の背中を僕はただ見つめてた。愛の意味などまだ知らない二人は、時の流れにただ身を任せた。季節は過ぎ。普通の歌やこれは。お前は。よっしゃー。